トンガン市中心部トンガン市は中華人民共和国関東省中部にある地球市28の鎮と行政の中心である区で構成される東大の757年にバングの東にある肝臓の産地としてトンガンと名付けられた改革開放前は現在の地域の多くは赤土が広がる貧しい農村だったが1980年代末から 広州と新鮮、香港の中間に位置することから、香港企業、台湾企業の委託加工先や工場建設の公的地として、医療品、日用雑貨、玩具、電子製品、パーソナルコンピュータまで、重工業以外の各種工場が林立する工業地帯に変貌した。特に、パソコン部品は、世界の供給拠点として、重要な地位を占める。 また、輸出に必要な包装用段ボールを製造するための製紙工業も盛んで、中国最大の工場群もある。農業では、稲作のほか、野菜栽培が盛んで、香港、杭州、新鮮などへの重要な供給基地の一つとなっている。旧来トンガンに住み、本籍を持つ住民の人口は2012年末現在で、約180万人であるが、越後の解放源である。 トンガン話を話す地区と、クスノキキトーチン、成形チンなどのトンガン市東部や新鮮に近い、給料地帯に点在する、発火後を話す地区に分かれる。しかし現在は、コナン四川省など、障害からの流入人口が多く、標準語が広く通用している。産業の発達に伴いで稼ぎ労働者が急増し、それに伴いそれら男性相手の売春女性が増加したため、 2010年代に入り、生徒の異名を取るほど生風俗産業も発達した。その中には、周辺地域の高級官僚などと関係しているものもあったため、2014年2月には関連施設の一斉摘発が行われた。古門の遺放題新石器時代からの遺跡が見つかっており、古来居住者がいたことが知られている。春秋戦国時代の百越の地であり、 南越族が住んでいたと考えられる。紀元前214年、旗の四皇帝が全国を統一すると、南海軍バング圏に属した。五官の巡帝がバングから増上圏を分離させると、トンガ岸ンも増上圏に属した。331年、増上から分離され、宝安圏となった。757年にトンガ岸ンと改名し、ふと以上に役所を置いた。 1949年に中華人民共和国が成立すると、東岸は上ガリ江行政区の管轄下に置かれた。1952年には越中行政区に入り、1956年に京葉線区に入った。1985年に国務院の批准によって玉江デルタ経済開発区に入り、同年9月には東岸県から東岸市に改称した。 1988年1月に現在の地球史に昇格している。近代、林即女が古文鎮でアヘンを処分したことは有名である。マ江デルタの北東部に位置し、古くから太い城鎮とマ江、アガリエなどの水運の用地である古文鎮を中心に町が形成されていた。トンガン市の面積は2465平方キロメートルで、 ほぼ日本の佐賀県に匹敵する。南北では5 0トル、東西では7 0トルほどの広がりがある。トンガン市は区と地で構成され、近づく、県制度はない。以下の家宅は地理的な区分であり、行政区ではない。2016年5月27日にトンガン地下鉄に号線が部分開業した。トンガン河川古門大橋トンガン市のトンガンツラネカ。 サッカークラブが香港 A リーグで試合を行っている。トンガンアイダマ中心は同市内最大のアリーナとしてバスケットボールやコンサートなどの催しなどが行われている。もともとは関東料理、発火料理が食べられている地域であるが、省内でも独特の料理が生まれている。長安の盆栽、大峰山のガチョウ焼きなど地域性の強いものや竜船藩、 島あおじの素揚げ、糸目の煮物、魚丸のように、玉エデルタに共通するもの、みなゆ、まどかや、よもぎ餅、各種の米の加工品のように、発火料理の一部と共通するものなどがある。ザボンのガ芽をつけ、甘いソーセージ、味噌などの特色のある食品もある。広島東制区及び郵政式、広島統治名一覧、1947年。 abc 潜入取材で暴露、聖のとトンガン氏の実態、日経ビジネス2014年2月17日、クレアジムユームリー、アングル、中国の生徒摘発で、損失8000億円、製造業拠点に追い打ち。ロイター、httpjp、ロイター .com、アーティクル、モストベユーニズ、イジタイヤ 3401h2014 40万4052014年5月7日閲覧。 ありがとうございます。